今日は静岡駅のパルシェ屋上スカイガーデンで行われた天空の壺庭を壁チョロが取材してきたよ。面白いアイデアにも作者のキラキラした表情にもたくさん出会えたよ。まずラジオでの紹介でコンテストって言っちゃったんだけど、コンテストではなかったんだ。展覧会形式だね。実はこれが秀逸だって思ったんだ。見る人も賞がついてない分これが好きとか、純粋にニュートラルな気持ちで作品を見られるからね。期待通り面白かったよ。早速細かく作品を見ながら話をしよう。まずは和み片山造園さんの作品だね。じゃん。へえ、割とすっきりとした作品ですね。でもいろんな素材があります。そうだね。すっきり引き算で空間を作ろうとするといろいろ考えた中から引いていくから、何を残すかがとても難しいね。良くも悪くもとにかく残したものは目立つからね。これも素材は多様なんだけど空間構成としては引き算されてるよね。多様ないろんな素材っていうのはこの作品の大きなポイントで、空間を考えるときに異素材の接点っていうのは実は見せ方が難しいんだ。例えばブロック塀を一部レンガに変えた時とか、レンガの塀が来てブロックに切り替わる部分、ここがポイントになるんだ。だから一部空間間を空けてくっつけないとか、手前に緑を合わせて切り返しを隠すとか、違和感出ないように工夫することが多いんだよね。この作品は異素材をあえて多く合わせることで異素材の違和感っていう印象をミックスの面白さって感じるところまで昇華させて、模様っていうタイトル通りそれをプラスに感じるレベルで模様にしてるんだよね。面白いね。一マスをどのサイズにすればいいか、どんな素材を選ぶか結構考えたと思うよ。はい先生、水の音が聞こえます。うん、用途この陶製の水琴窟みたいな感じかな。これを見せるためにシンプルなんだね。少しずつにじみ出る水がポイントだよ。誰もいない部屋でこの音だけ聞こえたら、音が全くないよりも静寂って感じがするね。樹木はサンゴモミジっていうのを、冬に幹や枝が赤くなるモミジだね。枠を太めの角材できれいに取っているところもきちんと額縁になっていて好感が持てるね。これを 1.5 倍ぐらいにして小料理屋の入り口とかにあったら面白そうだね。これもね、イベント用にどうやって水をちょろちょろ出しているのか聞いたら、今回は竹に白縄を詰めてるんだって。発想が面白いよね。こういうイベントはこうやって作者に話を聞くと5倍は楽しくなってくると思うな。次は劉造園設計室さんの作品だね。普段は和テイストのお庭も作っていそうな庭師さんたちの作品が多い中で、地域としてはコッツウォルド地方の石などが積まれていてちょっと目立ってたね。一坪でもテイスト感を出して焚き火を楽しむ空間を考えてたんだね。石積みが雰囲気いいのはイギリスでドライストーンウォーリングの資格も取ってきてバリバリやってるんだって。こういうのはもう少し広ければもっと迫力出るだろうけど、逆に一坪でもコッツを使えるんだっていう驚きがあったね。そして一番面白さを出しているのは石積みとつなげた丸いドラム缶をくり抜いた薪棚だね。断面を丸く囲ってるっていうのは結果壁の表情として面白いね。あとはたった一坪でもちゃんと火を楽しむ空間になってるのもいいね。先生、私はここで一日中火をくべて眺めていたいです。一日中はちょっと軽く病んでそうだね。次はカルフォフォレストリージョシュアさんの作品だよ。イギリス人で日本に来て6年だって。こういう展示作品において L 字の壁を作ることはあっても左右に壁を作るってあまりないんだ。っていうか初めて見たかな。でもタイトルが尾根道ってついていたから謎が解けたね。後ろに壁を作ると道を閉ざしちゃうからね。もっと言うと後ろに建物の壁がないこの場所をくじ引きで当てたからこそこうしたのかもね。ここは一坪の奥までビルの奥まで抜けた場所だからね。見る人の想像が遮られないで済むからね。ジョシュアさんは日本で長く仕事をされてるんですか？僕は6年日本にいて5年間は
この自然に関わる仕事をしてもともと林業なんですけど、はい、なるほど。それで山の風景が好きでかっこいい。先生、日本に来て6年なのに先生より日本語上手です。いや、否定はできないね。もともと山が好きで林業をやっていたから、竹も丸太も多分材料を一から加工してると思うよ。そして一緒に行った仲間でもこの作品が一番好きっていう人もいたね。なんか作った感じがあまりしないよね。作った感じを出さないってある意味一番難しいかもしれないね。笠木の処理とかもこだわってるよ。次は親伊豆造園さんの作品だね。正直会場に入って一番目を奪われた作品だよ。教えてもらったことを話すと、このずれた枠はこれまで当たり前と思っていた社会に見立てているんだって。概念とか当たり前がこの2年で傾いたよね。太い傾きそうもないフレームが傾いている、下の土台が曲がっているっていうことでそれを表していて、この細い竹は緊張を表しているんだって。言われてみると確かに床面にこの細さと張り詰めた感じはそう見えるね。それでこの玉はみんなの負けないっていう気持ちだって。はい、確かにお蕎麦屋さんのバイクの後ろに乗ってる岡持ちの原理で揺らいでも負けなそうです。なるほどね。あとね、技術も工夫が面白いよ。この竹の玉を真鍮に作るってかなり難しいと思うんだけど、ちゃんと交差する点を計算で求めて真鍮のバランスが崩れないようにしてるんだって。あとこのフレームは竹で支えると弱いから、竹の中の節を抜いて中にもっと丈夫な角材を入れているんだって。形を思いついても表現できなかったら作品にならないけど、表現する技術力も高いんだね。次はニワラボさん、長野県からの参加だって。空間の完成度、フォルム、コンクリートを使った表現力、作り込み、どれも素晴らしかったね。テーマは破壊と再生だって。くじ引きで決めたらしいけど、背景に白い壁があるから木々の魅力も際立つね。これはどういう作品ですか？破壊と再生っていう一応タイトルにしていて、構造物がこう崩れてこう朽ち果てていくんだけれども、そこにこう自然がこう入り込んでいく、でこう自然に帰っていく様を、まあ、表現してます。先生、作者さん若いです。そうだね。なんかこんな表情を見てると僕も力がもらえたね。ここは電源がない場所なんだけど見て、これはインパクトドライバーとかのバッテリーでポンプを回してるんだって。一坪の中で豊かな自然の表現だね。ここは条件が基本的には一坪ということだから、何を作るか考えるときに白紙に考え出すようで、自分を見つめるのか社会を見つめるのか何を表現するのか、コンセプトワークとか難しいよね。でもニワラボさんはすごくバランス感覚に優れた作者だと思うから、人が思いつかないような思い切ったテーマに挑戦したらどんな作品を作るのか見てみたいな。次は池ヶ谷造園さんだね。タイトルがね、我流放水。まだ知られてない英雄のことで、ベテランだけじゃなくて若い人も参加しているこの会場にはぴったりの作品かもね。この青玉が竜で竹垣を鳳凰に見立ててるよ。はい、家にこの壺庭があったらお客さんに毎回説明します。次は亀山造園さんの作品だね。空気感とかとても気になる作品だよね。亀山さんもずっと破壊と再生を考えているみたいだね。造園は自然に手を入れる仕事だから、木を切ったり土木で自然の形を変えたりすることもあるからね。それがいい悪いではなく、人と自然の関係性っていうのがずっとテーマになってくるんだろうね。そんな中、亀山さんは剪定師を普段炭にもしてるらしいけど、それだけじゃなくてこの柿の枝を何かに使えないかなとか考えていて、この作品が思いついたんだって。一番太い柿の枝がフレームみたいになっているからこそ、そこから突き出る自然のエネルギーみたいなものも感じるね。造形としては
鳥の巣を作ってみたかったんだって。それでね、すごくいい感じにできてるように見えるけど、本人は難しかったって話してくれたよ。メジロに負けたってね。確かに鳥はワークショップに通うわけでもないのに、誰かに教わったかのように上手に巣を作るよね。亀山さんも機器だけじゃなくて、鳥とか動物、虫へのリスペクトまで持ってるんじゃないかな。真ん中には自分が鳥の気持ちになれるように臼で作った椅子を用意したんだって。でもね、飾っていなかったんだ。なんでも置いてみたらピンとこなかったんだって。自分のエゴみたいなものを感じてしまったらしいよ。追求してるね。だからここに置くものが何置いたらピンとくるかなって考えるのも面白かったね。笑いながら、できればティンカーベルみたいな存在に飛んでいてほしいって言ってた気がするよ。ああ、確かに不思議な生き物は似合いそうですね。不思議な生き物ね。え、何ですか。え、あとね、一坪って作品のフレーム、周りの枠ね、これを樹木の根鉢が隠せるぐらい高くすると結構腰高に見えちゃって難しいなって思ったんだよね。でも10センチぐらいだったりすると違和感はないけど、今度樹木の根鉢の高さを隠しづらくなる難しさがあるなって思ったね。でもね、この作品ぐらいがちょうどいいのかもね。他にもシンプルに見え隠れ折れ曲がりで想像させる作品や、苔を床面のベースとしての字ではなく模様を描く図として捉えた作品、樹木の下の心地よさをシンプルに表した作品、あとこの作品は引きよりもクローズアップが良かったかな。これはシンプルに獅子落しを見せた作品。昔からの工夫だけど、やっぱり時間軸にもリズムが生まれて庭に動きも表せる面白い工夫だよね。これなんか見て、遊郭とポールダンスを表してるんだって。こういうものを作ろうって思いつくのがすごいよね。斬新だね。これも遊び心がテーマでゴルフの作品だって。この作者は何でも20代らしいけど、庭ラボさんの作品が気になって、来年は遊び心があってもシックな作品を作りたいって言ってるから、来年出たらどんな作品を作るのか見てみたいね。思い切ってここに出場したから得られることもあって、来年はまた雰囲気の違う彼の作品を見られるかもしれないね。あ、これもシンプルに綺麗だから、もしこれが白い壁の前で葉っぱが芽吹いていたら、もっと立体感がちゃんと出ただろうね。いろんな人と会えたから話に夢中になっちゃって順番に回れずに、全部の写真をちゃんと撮れたわけじゃないんだけど、やっぱり面白かったし、一坪でもベテランから若手までいろんな考え、多様なスタイルの作品に胸が躍ったよ。芽吹きな微妙なこの時期に行う理由は静岡祭りに合わせているんだって。でね、いろいろ話を聞いて本当にすごいなって感じたのは、庭師が企画したイベントであること、ローコストですでに4回目と現実的な継続をしていること、これは会場となる駅ビルも出品者も来場者も運営もみんなにちゃんとメリットがないと続かないことだよね。出品した人に話を聞いても、搬入を運営側で手伝ってくれたり、気の回るイベントだったんだって。選手兼監督が運営をしている良さが出てるよね。ただ運営サイドの負担は少しあるだろうから、無料イベントでも気に入った人は気軽に支援できる仕組みを用意しておいてもいいかもね。クラウドファンディングとか応募募金箱だか、このイベントならきっと応援してくれる人もいると思うな。一坪だけどいろんな可能性やヒントがあったでしょ。特に作者に話を聞くと、一坪プラス作者の人となりもセットで作品みたいだから、さらに面白いね。最後に紹介するのは生見造園さんの作品だね。これはね、 OSB の板の後ろに鏡が貼ってあって、空間を見る右側の部分はマジックミラー越しに景色を見るようになってるんだ。マジックミラー越しに見た一坪の景色の奥はミラーで、この空間の裏側を見せてくれていて、さらにマジックミラーに映った景色がっていう工夫だよ。パーフェクトに綺麗にこれを叶えるためには、屋上だとちょっと明るすぎたり角度とかあるんだろうけど、こういうのはまさにコロンブスの卵だよね。
空間の限られた都市部に住む人や奥行きのないベランダならあるよっていう人も多いと思うけど、将来この作品がきっかけで集合住宅に住みながら緑荫の山中を感じる暮らしができるようになるかもよ。いくつもの発想、着眼点で生まれる一坪の空間が見られるイベント、天空の坪には平均的な需要とか万人受けする空間とはまた違う前衛的な考え方、ある種みんなの想像の枠を超えるファッションショーとかにも近い面白さがあったんじゃないかな。実はお昼に食べたマグロの中トロ丼も絶品でね、静岡大好きになっちゃった。うん、先生、次回は絶対私たちも連れて行ってください。キリッ、最後まで見てくれてありがとう。チャンネルを応援してくれるときは高評価、グッドボタンとチャンネル登録をクリックして、壁チョロの新しい動画をお知らせするベルのマークの通知もオンにしておいてね。